こんにちは、ウィンザーラケットショップ池袋店の中井です。こんにちは、ナビゲーターの道場です。今日はウィンザー中井の温故知新、はいはい、まあ、温故知新と言います。皆さんも言葉の意味は、はい、ご理解いただけると思うんですが、昔のこと、はい、要は今までの歴史だったりということを紐解きながら、はい、新しい商品の魅力をちょっと伝えていければと思いますので、はい、中井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は何から紐解いていきましょうか。はい、はい、ラケット選びは、はい、2本目が大事だよという話を。2本目が、はい、1本目よりも2本目が大事。1本目もね大事なんですけど、はいはい、1本目ってまだ初めてなので、うん、全然知識がない状態で選ぶんで、うん、はい、まあ、店員さんのおすすめする、そうですね、まあ、はい、よく言うと黄金スペックを買った方が多いんじゃないかと、はい、うん、まあ、300g で麺が100、うん、で2本目になると自分のまあ、好みとかプレースタイルとか、うん、まあ、プレースタイルなくても得意なショット、うん、苦手なショットが出てくる頃じゃないですか。そうですね、はい、その時にどういう風に選んでいったらいいかっていうのを、うん、まあ、考えていきたいんですけど、はい、その辺は自分のちょっと苦い経験がありまして、あ、昔、はい、経験として、はいはい、まだウッドの時代だったんですけど、はい、何年ぐらい前ですか。40年ちょっと前ですね。なるほど、40年ぐらい前に始めようとした時に、はい、あの1980年の、はい、ボルグとマッケンローのウィンブルドンのあの試合、はいはい、そこ、すみません、私それ見てなかったと思う。あ、見てないですか。あれ、あれ、そうなんですか。はい、まあ、その前に1本目ヤマハのウッドを買ったんですけど、はいはい、当時、まあ、何も店員さんに聞かずに買ったら、はいはい、グリップサイズがあるっていうのも知らなかったんですよ。あ、グリップサイズを選ぶべきということも知らずに、これください、まあ、値段で1万円しなかったんで、はい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 、ただまあグリップ8分の5、はい、5番ですね。今もほぼないぐらい太い、ね、はいはい、で2本目買うときはその、まあ、マッケンローのプレスタイルが好きだったんですよ、はい、で当時ウィルソンのジャッククレーマーオートグラフ、はい、あ、ジャッククレーマープロスタッフだ、プロスタッフ、はい、あのひし形のこのシャフトにひし形が入ってるやつ、あれが欲しくて、で日本だとまあ高くて、うんうんうん、ちょっと海外に行く友人に頼んだんですね、はい、ただ、まあ、向こうでそれを買ってくるはずがアドバンテージっていうカーボンが入った黒い、はい、なるほど、はいはいはい、なんかそっちの方が値段が高いのに同じ値段で売ってたから高い方が来たぞみたいな、こちらはいいんじゃないかということですね。そうそうです、いや、はい、違うんだぞ、それはすごい硬くて、なるほどですね、間違えたわけじゃなくて中井さんのためにと思って買っていて、今そういうご友人も見られてるかもしれないですからね。そういう経験があったんで、はい、2本目はやっぱちょっと慎重にいきましょうということ でそこで2本目どうするかと、はい、1本目、まあ、黄金スペック買ったと、はい、まあ、前提として、はい、2本目はですね、ちょっといいですかね、はい、お、これがね、私持ちましょうか、大丈夫でしょうか、あ、はい、まあ、じゃあ半分持って、はいはい、実はこれ各メーカーの面が98、はい、あ、98スクエアインチのモデル、はい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 、ちょっと面が小さいパターンですよね。そうですね、はい、でちょっと面を小さくすると、はい、だいたいフレームアーツもちょっと薄く 2,3 ミリ薄いものになるんですね、はい、で重さが、まあ、300から 305g に大体なって、うん、これまだ全部じゃないんですよ、はい、結構まだありますので、はい、そうですね、マーケットに98のサイズのモデルっていうと、はい、結構な、まあ、黄金スペックに負けないぐらい数ありますよね。ありますよね、はい、でなんでそれを打つかっていうと、まあ、これは知ってるじゃないですか、もうすでに黄金スペック、はい、簡単によく飛ぶ、はい、まあ、癖のない、はいはい、ただもしかしたら飛びすぎてしまってアウトしてたりとか、うん、そういうこともあるんじゃないかと。なので98のちょっと薄いラケット打ったら、もしかしたらすごいこれだみたいなハマる可能性があるので、どれでもいいんで一回お店でねシダも貸し出ししてるんで、これをまず打ってもらって、そこで難しかったなと、やっぱ俺は黄金ステップスペックだとなってもいいと思うんです。あ、戻ってもいいってことですね。はいはい、で黄金スペックもいっぱいあるじゃないですか。ね、テニマカンパニー調べだと何本あるんでしたっけ。30本くらいありますね。ありますよね、はい、ここで出るとは思いません、はい、その中でほらパワーがメインのもの、はい、スピンがメインのもの、はい、フィーリングがメインのもの、はい、っていうのがあると思うんで、はい、まあ、黄金スペックの中からまた選び直してもいいと思うんですね、はいはいはい、で2本持つことの意味っていうのもそこで出てくるんですよね、はい、うんうん、まあ、試合に出るようになると、まあ、やっぱガットが切れたりすることもあるし、うんうん、まあ、切れない人も2本持つと、はい、ガッ
ットの種類の冒険ができるんですよ、はい、なるほど。フレームはこれでいいやと決まって2本持っていて、うんうん、はい、その中でもうちょっとこうしたいな時にフレームを変えずにストリングスをいろいろ味比べができるということです、ね、そうです。例えば1本しかないのにガッと冒険して失敗したら、その状態を 2,3 ヶ月は続けなきゃいけないわけじゃないですか。そうです、ね、それ辛いですよね、はい、なので2本あればちょっと今まで打ったことないポリ貼ってみようとか、うんうん、ハイブリッドしてみようとか、うん、あとガッとのテンションも、うん、本当は何ポンドがいいんだっていうのが、うんうん、もしかしたら50じゃなくて40だったりとか、うん、そういうのも2本あるとできるので、うん、なるほどですね。2本目を持つといろいろ自分の今後の、はい、まあ、3本目4本目につながることができるので、うん、2本目はまあこっちの98に行ってもいいし、はいはい、まあ、または黄金スペックのまんま2本目揃えてもいいとは思いますので、だからおそらく多分最初1本目っていうのは店員さんのおすすめで黄金スペックだったりそのあたりを買うってることが多いでしょうと、うん、そうですね、で次何かを買い替えようかなっていうのに一旦中井さんのおすすめではちょっと難しいところ、98スクエアとかを打ってみて、あ、ダメだなと思えば戻ればいいし、そうそうそう、こちらがハマるかもしれない、そういうことですね。で2本目これだなって決まって、まあ、その方は98になるかもしれないですよね、まあ、そうですね。これを2本揃えたら今度はストリングスのいろんな味比べをしていける、うん、 そうですね、そういう手順で2本目が、はい、選ぶとちょうどいいものが見つかっていくと。そうですね、それはもう中井さんの経験を踏まえて、うん、そうですね、まあ、大失敗の過去、そこで自分のプレースタイルがこう決まっていく感じになっていきます。これはあれですかね、やっぱり一般の方であっても学生さんであってもというところで、考えていいんですかね。まあ学生さんなんか逆に日本じゃ足んなくなったり、うんうん、なるほどですね、まあ、で一般の方も、うん、まあ、やっぱり試合ね、市民大会とかね、うん、出ればガッタが万が一変なとこ当たって切れたりとか、普段切れない人でも得てしてあるので、うんうん、なるほどですね。でこの2本目買う時っていうのはやっぱり同じものを揃えた方がとですね、いいと思いますか。あの違うものでも一つだけ気にしてほしいのがあるんですね、はい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 、それがあのスイングウェイト。なるほど、まあ、お店にこう測る機械がありますけども、はいはい、違うラケットでも重さが違っても、うん、振った重さを2本合わせとけば、うん、意外と併用できるんです。なるほど、モデルが違ったとしても、うん、スイングウェイトが近ければ、はい、非常に近しいフィーリングを得ることができる。そうですね、だから2本目買うときは1本目今使ってるラケットをお持ちいただいて、うん、はい、そのスイングウェイトを測らせていただいて、なるほど、でそれに近いものっていうのを、まあ、大体3から4ぐらいまでの範囲であれば、はいはい、プラスマイナスっていうところですね、はい、そんなに人間の感覚って分かんないんで、だから10とか、はい、大体20とか違っちゃうと、うんうんうん、例えば同じラケットだとしても違うものになっちゃいますので、うんうん、同じモデルの中でもそれぐらいのアロワンスはあるものなので、はい、そこもチェックして、揃えた方がいいと。 そうですね、それができるのがウィンザーさんならば、まあ、全店舗に目の前で測っていただいて、はい、数字も目で見れるということですよね。で万が一お店の在庫でちょっと近しいものがない場合、はい、まあ、全店舗11店舗の中からお探しする、ちょっと1週間ぐらいいただいちゃうんですけど、はい、はい、はい、そういうこともやっております。でも1週間かけてもそれを揃える価値っていうのは相当高いですよね。まあ、そうですね、はい、と思います。なるほど、じゃあ2本目を選ぶ注意点というのはそんなところですか。そうですね、はい、はい、まあ、ちょっとね、今日はずっとそのお話で、皆さんにはご覧いただいてるんですが、さらにどうしたらいいのっていう時はもう中井さんのところに来るのが一番ですね。ぜひぜひ、はい、古き流れの中からいろんな経験、まあ、失敗談も含めてされたので温故知新ということで、はい、新しい情報となればなと思います。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、では皆様、ぜひこちら、ウィンザーラケットショップ池袋店、中井さんの方に、はい、はい、お越しください。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。